ブリュッセルでもレディオパニックという音楽番組に出演したり、夜は毎晩クラブで演奏しながら、昼間は小学校や博物館でも演奏した。大人たちにはラジオのスピーカー越しに聞いてきたサウンドの正体を知っておいてもらいたかったのかもしれない。子供たちには先入観のない目や耳でサックスに出会ってもらい、それがジャズ専用の楽器じゃないのだと知っておいてもらいたかったのかもしれない。その実、そんなことをしてみることで自分たちが何をやっているのか確認したかったのかもしれない。